カメがアキレスに言ったことは、1895年に、ルイス・キャロルが、哲学雑誌、マインドに書いた、短い対話編。この文章の中で、キャロルによって提示された問題は、現在、ルイス・キャロルのパラドックス、または単に、キャロルのパラドックスと呼ばれることもある。文中で対話を行う、アキレスと、カメは、アキレスが決してカメを追い抜くことができない。 という運動に関するゼノンのパラドックスから取られている。キャロルは、この二人の対話を通して、論理学の基礎的な問題をユーモラスに提示してみせた。この対話において、カメはアキレスに対し、論理の力を使って、自分を納得させてみろとふっかける。つまり、単純な演劇から出てくる結論を私に認めさせて、みろという。しかし結局アキレスは、それができない。 なぜなら、亀が論理学の基本的な推論規則に対して、なぜそうなのかという問いを発し続けて、アキレスを無限交代に追いやるためである。パラドックスを提示した数学者、ルイス・キャロール。不思議の国のアリスの作者としても知られる。この議論はまず次のような論証を考えるところから、始まる。ここで、亀はアキレスに、この結論が、 前提から論理的に導かれているかどうかを尋ねる。するとアキレスは明らかにそうだと答える。亀は再び尋ねる。ユークリッド言論の読者の中には前提 A と前提 B の両方が真であるということは拒否しつつ、かつ、それでもこの論証の形式自体は論理的に妥当だと認める者がいるのではなかろうかと。アキレスはそのような読者はいるだろうと答える。 つまり、もし前提 A と前提 B が真であるならば、Z もまでなければならないとは認めつつも、前提 A と前提 B が真であるとは認めない、入るだろう、と。ここで再び亀はアキレスにこう問いかける。二番目の種類の読者として、前提 A と前提 B が真であるとは認めながら、なおかつ、前提 A と前提 B が、どちらもまであるならば、 Z もまでなければならないという原則については、受け入れない、というものもいるのではないかと。アキレスは亀に同意して、そのようなものもいるだろうと認める。すると、亀は、自分をそういう人間だと考えてくれとアキレスに言う。そしてその上で、結論 Z が正しくなければならないということを、受け入れざるを得ないよう論理的に私を説得してみて、欲しいと頼む。A B、Z をノートに書き留めたアキレスは、ならば、こういう前提を認めろと亀に迫る。前提、C、もし、A と B が正しければ、Z は正しくなければならない。亀はこれを受け入れる。ただし自分がこれを受け入れたことがわかるように、ノートに、その新しい内容を書き込んでくれと頼む。アキレスは、ノートに、前提 C を書き込む。そして新しい形は、 こうなった。確かに亀は、前提 C は、認めはした。しかしこの新しい形の拡張された論証であっても、なお亀は結論 Z を受け入れることを拒否する。アキレスは、君は、A と B と C を受け入れたのだから、Z も認めなければならないという。しかしそれに対し亀は、それは、さらなる前提だと返す。亀は、僕は、前提 C を認めはした。 けれども、A と B と C から、Z が結論されるということは認めていないという。つまり次のような前提 D が正しいかどうかを確かめねば、Z という結論はまだ誤りがあり得るとほのめかした。前提、D、もし、A と B と C が正しければ、Z は正しくなければならない。この前提をノートに書き足してくれるならば、それを認めてもよい、と、カメは言う。 そこでアキレスはノートに前提 D を書き足す。そして新しい形はこうなる。予想がつくであろうが、これでもやはりカメは結論 Z が前提から論理的に導かれているとは認めない。キャロルの文章ではこの段階で次のようなやりとりで対話が締めくくられる。やっとこの関連論的な競争もゴールを迎えたようだ。 さあ A と B と C と D が正しいと認めるなら、もちろん君は Z も認めなければならないな。そうなんですかと、亀はあどけない口ぶりで言った。もっとはっきり言いましょうか。私は A と B と C と D が正しいと認めますよ。しかしまだ Z は認めないとしたらどうでしょう。それなら、論理というものが君ののど首を締め上げるまでだ。君は強制されているんだぞ。 とアキレスは勝ち誇って答えた。論理が語っているんだから、どうしようもないことだ。もう、A と B と C と D を認めるなら、Z も認めなければならない。選択の余地はない。わかるだろう語って聞かせるほど良い論理だというなら、ぜひ書き込むべきですね。それじゃノートに付け足してもらいましょう。前提いい音しますね。当たり前ですが、私がそれを受け入れないうちは、 Z を受け入れろという言われはありません。だから、とても大事な一方なんですよ。わかるでしょうわかるさ、とアキレスは答えたが、その言葉には、悲しげな響きがあった。この過程を一般化すると次のようになる。アキレスがノートに記入している前提の数を、N 個として、ある段階でのノートの状態は次のようになる。この時、亀は書き留められた前提をすべて認めはする。 しかし次のようなさらなる前提、これが結論 Z を正しいと認めざるを得なくなるためには必要だ、と、カメは言う。前提、もしとととととが正しければ、Z は正しくなければならない。カメはこれをノートに書き足してほしい、とアキレスに頼み、そして状況はまた元に戻る。つまりこの過程は、終わりなく、繰り返され、アキレスが付け足す前提の数は、 再現なく、増えくる。それでも亀が結論 Z を認めることはない。つまりこの過程は無限交代へ陥る。何人かの哲学者が、この、キャロルのパラドックスを解決しようとしてきた。バートランド・ラッセルは、プリンキピア・マテマティカで簡単な議論をしている。それによれば、自明ではない命題間の関係である、ガンインプリケーション、P ならば、 Q であるという形式による結びつきと、地名である、命題間の関係である推論インフェレンス、P であるゆえに、Q であるという形式による結びつきを区別すべきだという。この違いを明確にすることでラッセルは、A と B が等しいことから Z だというがにによって、論じようとする、あるいは加減的な A と B が正しいならば、Z は、 正しいということへの合意へと議論を依存させようとする、亀の試みを否定できるとしている。ウィトゲンシュタイン派の哲学者、ピーター・ウィンチも、また、社会科学の理念の中でこのパラドックスを扱っている。彼が論ずるところでは、このパラドックスが示唆しているのは、推理をしようとする実際的なプロセスがつまりはこの、パラドックスの核心なのだが、それは、 論理で定式化されたものとしては提示し得ない何かだ。推論を身につけることは、明大同士の論理的な関係を明らかにすることを教えられればよいということでは、全くない。それは何をするかを学ぶことなのだ。伊佐式隆弘も同様の胸を述べている。本校では、三角形の二辺という、キャロルが用いた例を使って説明を行っている。 しかし三角形の例はやや直感的にわかりにくいところがあるため、哲学書の中ではしばしば別の形。例えば、ソクラテスは死ぬといった形を使って説明される。話は同じだが、こうした場合は、アキレスのノートの最初の段階は以下のようになる。亀の要求に従って、前提 C が付け足されると、こうなる。ありがとうございます。